学校に行きたくない、消えてしまいたい、学校にも家にも居場所がない、このままでこの先どうなるのかな、明るい未来なんてあるのかな。今そんな風に悩んでいる人がいたら、これだけは言いたい。あなたの時間はあなたのもの、あなたの命はあなたのもの、誰にも奪うことはできない。だから絶対死ぬんじゃねえぞ。これが10代の頃、いじめられて不登校になり、あらゆることに絶望して死にたかった夜の先に見つけた私の気持ち。人は幸せになるために生まれてきた。一日でも長く生きて、あなたの夢とあなたの大好きをいっぱい集めよう。あなたを攻撃してくる人は、あなたの人生とは何の関係もないただの他人。他人からの攻撃で傷つき悩むことに時間を使うより、自分を守って好きなことを見つけることに時間を使えたら、それはきっと未来への経験値の時間に変わる。人生はたったの3万日。限りある時間をあなたの楽しいと思える瞬間を見つけることに集中しよう。いじめられているあなたは絶対悪くない。だから絶対死ぬんじゃねえぞ。これが私が死にたかった夜の先に見つけた気持ち。